こんにちは、アーサです。ネタバレなしで感想を語っていくシリーズになります。今回の作品はこちらです。ノルンノネット、オトメイトから2013年に発売された作品で、続編や移植も発売されてアニメ化もされた人気作です。ストーリーは特殊能力を持ったキャラたちとノルンと呼ばれる巨大な飛行船で旅をするという物語になります。私は攻略キャラ人数の多さとこの世界観の良さにハマって好きな作品となりました。今回は最初のこの無印版の感想になります。良かった点、合わなかった点ははっきり言うのでご了承ください。大してネタバレはありませんが、少しでも嫌な方はご注意ください。それではノルンノネットについて言いたいことを3つにまとめました。それぞれお話ししていきます。1つ目、超美しいグラフィック。本当にグラフィックが綺麗です。もう空から射す光とか、薄暗い月明かりとか、こううっとりするような描写が多くて、こうノルンの世界に飲み込まれるんじゃないかって思うような繊細なイラストでした。で、まあ、スチルのキャラの構図とかもすごい良くて、印象的なスチルが多いです。もうこの攻略キャラたちがねかっこよく見えて、もうドキドキするような、そんなスチルが多くて、もうイベントシーンがより魅力的に感じられました。2つ目、個性派ヒロイン、みんな違ってみんないい。本作の特徴の一つ、ヒロインがね3人存在します。各ヒロインに攻略キャラがこう3人ずつ割り当たっています。でヒロインたちはボイスありで、もうそれぞれね全く異なるタイプです。なので、まあ、いろんなタイプのお話と恋愛を楽しむことができました。で全然違うねヒロインたちだけど、本当にねみんな可愛くって、みんなねそれぞれに芯の強い子だったので、私はもう3人ともね大好きになりました。3つ目、シナリオ後半急展開。お話は飛行船で能力を持ったキャラたちと旅をするという、まあ、あまり見かけない設定で斬新です。シナリオ展開もこうわちゃわちゃした明るいシーンもありつつ、こう重たいシリアス展開っていうのも多めで、まあ、夢中になれるものでした。今でこそ、まあ、ノルンノネットは好きな人がね多いと思うんですけど、もう発売当初は評判がちょっと悪くてなんか発売前すごい期待されてた分、こう期待値をね超えられなくて、いろんな悪評を見ました。で私もねプレイした時、ちょっとシナリオはね物足りないところがいくつかあるなって思って、まあルートによっては結構流れに身を任せすぎな展開があったり、こう恋愛過程が急ぎ気味だったり、もうちょっと丁寧に描かれていたらなっていうところはまあ多かったです。いいシーンはねほんまにいいんで、あとちょっとなのにな、惜しいなってね思うことが、はい、多々ありました。続いて攻略キャラの紹介と感想になります。ネタバレなしなので軽くいきます。気さくで明るいまとめ役、ユイがかける。 CV 梶裕貴さん。物腰柔らかだけど頭の回転が速くて一筋縄ではいかない厄介さみたいなものを持ってる、ちょっと珍しいタイプのメインヒーローです。ネガティブで寡黙な少年、一ノ瀬千里。 CV 下野博さん。この可愛い見た目だけどねじ曲がってるタイプの引きこもり口を開くと結構容赦ないのが面白い。メンバーのお兄さん的存在、遠谷正宗。 CV 佐藤拓也さん。常識人枠、ツッコミ役、はい、苦労人枠です。でも、まあ、恋愛ストーリーはねちゃんと甘酸っぱかったです。ここでヒロインを一人紹介します。純粋で明るい少女、小春。 CV 藤村あゆみさん。先ほど紹介した3名が、攻略対象となるヒロインです。
頑張り屋で空回りしたり、まあちょっと抜けてたりするところも魅力です。続いてノルンに乗る能力者を狙う謎の男、東夏彦 CV 小野大輔さん。ほんとね、狙いがわからないクールな男意外なシナリオ展開に驚かされて、まあ、ノルンに乗ってない別の視点から楽しめるお話でした。紳士で巫女の幼馴染二条朔也 CV 西賀美月さん。ヒロインの巫女一筋で大人っぽいまっすぐな子です。お声が、まあ、西賀美月さんで、いや女性声優さんの少年ボイスが本当素晴らしい。つかみどころのない遊び人鏡いつき CV 伊佐浩二さん。いわゆるナンパキャラ、ヒロインの巫女をからかって遊んでます関係が変わるたびにこうどんどん印象が変わっていって、簡単に分からせてくれないミステリアスな印象です。ここでヒロイン2人目の紹介、大人びた少女久我巫女 CV 高垣彩妃さん。紹介した前3名が攻略対象となるヒロインで、公家の生まれで箱入り娘、気が強いけど責任感も人一倍、反発しながらもキャラたちと関係を深めていく姿がすごい好きでした。続いて怒りっぽい気難しい青年宿利明人 CV 杉山典明さん。警戒心が強いのか態度が悪くてトラブルを起こしがち、ただこのメンバーの中では常識人寄りではあるので共感できる部分も多かったです。気さくで優しいが全てが謎、室星論 CV 杉田智和さん。ひょうひょうとしてて中身が一切見えてこない謎キャラです大人っぽくてミステリアスさが半端ない。元気で活発な青年音丸兵士 CV 吉野博之さん。裏表がなく人懐っこくてムードメーカー的存在です。可愛さは先行するけど内面的なかっこよさも魅力でした。それではラスト3人目のヒロイン、寡黙な少女白縫七海 CV 瀬戸麻美さん。紹介した前3名が攻略対象となるヒロインで、忍びの家の出身、寡黙で変わり者だけどピュア、個人的に七海関連のシナリオは特に好きでした。それでは、好きだったキャラを2名挙げますと、兵士と朔也でした兵士はうるさいキャラなのにもう見せ場でガラッと雰囲気が変わってギャップにやられました。お話も印象的なセリフが多くて盛り上がりがあって好きでした。朔也は巫女の幼馴染でもう最初から距離が近いっていうのがもうなんかたまらなくてその甘ったるさにやられました。お声も、まあ、私女性声優さんが演じるキャラっていうのが好きなのでもう素晴らしい素敵でございました、はい、そしてビジュアルも良すぎた、もう完全にね王子様でした。まとめです、ストーリーの面で手放しに神ゲーとは言い切れないんだけど、本当ねいいシーンも多かったし、ときめきすぎて息が止まった瞬間とかもあったので、やっぱり最終的には好きだなと思える作品となりました、キャラと世界観がもうとにかくいいので、はい、パッと見た印象でいいなと思った方はハマれると思います。ぜひプレイしてみてください。以上でノルンノネットの感想を終わりたいと思います。共感していただけたりプレイしてみたいと思ってもらえたなら嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。